フランス第二の都市リヨンに世界最大規模の食を楽しみながら学ぶ総合施設が誕生します。市長が来日し、ぜひ日本人に訪れてほしいとアピールしました。2018年にオープンするこの食の総合施設は、16世紀の歴史的建造物を改装して作られます。キッチン設備がついた試食もできる博物館のほか、ホテルやレストランなどが入る予定で、宿泊しながら食についての講義を受けることもできます。また和食をテーマにした企画展を開催し、和食の基本となる旨味や和食器の美しさなども紹介する予定です。Et qui sont les cuisines de tradition, et donc qui montrent le souci de plonger aux sources d'une civilisation extrêmement ancienne. この施設をアピールするために来日したリヨンのコロン市長は、食に対するこだわりを共有する日本人にこそ訪れてほしいと呼びかけました。